何言ってるか分かんなくてごめんね。おはようございます、ジャン君。おはようございます。今まだ6時半です。今日は地元の神社のお祭りがあって、お祭りというかなんかおみこしをね、練り歩くそうですが、その監視というかうろうろする係なんか、まあお世話というかね、あのご飯の時にお茶出したりする手伝いみたいなこともやると思うんですが、それをやってその後ちょっと自転車で飛ばしてですね、夕方に野外ライブに15分だけ出て、その後またこちらに戻ってきて、地元の人たちにまたご挨拶的なことをして、そしてフォークソング同好会に行ってきます。祭り歌祭り歌という日です。なのでジャン君はお留守番。ジャン君はお留守番だよ。でも今6時半だから、お昼の1時半までは家にいられるから、甘やかすぜ、甘やかすぜ。ポンちゃんは隣の部屋で暑いとこにいます、はい、はい、ちゃんちゃん、甘えモード、はい、これやりましょう。するか、バランスするか、うん、はい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 、夜中、夜中、はい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 、お腹の白いところの毛が取れるよ、これで。はい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 。ちゃんくんいいね。お腹もいい。あらおやおや。はい。何言ってるか分かんなくてごめんね。なんか喋ろうとしてるんだよね。うん。今すごい毛がいっぱい。はい、嬉しいだね、ジャン君ね。嬉しい嬉しい。顔やろ顔。かわいい。ジャン君ブラッシング大好きだもんね。いいね、ジャン君。気持ちいいな。ね、よかったね。そうなんですか。よかったよかった。うんうんうん。嬉しいね。ぐしゅぐしゅぐしゅ。嬉しい。うん。嬉しい嬉しい。うん、いい。え、OK ですか。はい。お水、冷たい。冷たい。パンちゃん。じゃんけん。今お祭りのお手伝いから帰ってきましたが、みこしが通るときに一時休憩をするときに、飲み物やお菓子をまあサービスする係だけなので、まあ仕事は楽なんですが、暑い、すごい暑いです。汗だくで帰ってきました。これから今度は準備して、隣町まで自転車で行って、
野外ライブに出てきます。じゃあね、その後そのまま帰ってきてフォークソング同好会っていうのに出るんですが、その間にまた一回ちょっと お祭りのね、なんかやってるんだったら少し手伝いぐらいはと思っています。忙しいよ。帰りました。ファンちゃん、お待たせしましたね。怒ってる怒ってるんですか？なんかごちゃごちゃなってるけど外が、